片腕で扱えば刀の威力は損なわれる。そしてつばぜり合いになれば確実に負ける。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。三男さんも納得してくれるんじゃないかな。総司、めったなこと言うもんじゃねえ。幹部が新選組入りしてどうするんだよ。普通の新選組ってこう書くだろ。新選組は千の字を手編にして。平助、やりすぎだぞ佐野。平助もこいつのことを考えてやってくれ。悪かったな。いや、今の俺も悪かったけど、ったく佐野さんはすぐ手が出るんだからな。今の話は君に聞かせられるギリギリのところだ。これ以上のことは教えられねえんだ。気になるだろうけど何も聞かないでほしい。新選組っていうのはかわいそうな子たちのことだよ。お前は何も気にしなくていいんだって。だからそんな顔するなよ。忘れろ。深く踏み込めばお前の生き死ににも関わりかねん。Pretty much.
お前に外出許可をくれてやる。市中を巡察する大使に同行しろ。隊を束ねる組長の指示には必ず従え。ソジ、平助、今日の巡察はお前らの隊だったな。なるほどね。だから当番の俺らが呼ばれたってわけか。でも今回は俺より掃除向きじゃないかな。今日は掃除の一番組が昼の巡察を担当だろ。平助の八番組は夜担当だし、夜より昼が安全だっていうのは僕も同じ意見。でも逃げようとしたら殺すよ。老師に絡まれても見捨てるけど、いい？いいわけねえだろうがバカ。何のためにお前に任せると思ってんだ。ごめんね、少しからかいすぎたかな。でも何が起きるかわからないのは本当だから。危険を承知でついてくるっていうなら僕の一番組に同行してくれて構わないよ。長州の連中が不穏な動きを見せている。本来ならお前を外に出せる時期じゃない。江戸の家にも帰ってねえらしいし、今日の街中で行動さんらしい人物を見たっていう証言も上がっている。それに半年近くも辛抱させたしな。機会を見送り続けたんじゃ行動さん探しもこのまま進まねえだろう。それに今は腹を壊してる大使も多いしな。俺らも万全の状態じゃないし。
とにかく俺は許可を出してやる。ゆっ。That I sneezed and pressed the wrong button. Well, the right button, just the wrong time. Alright, if you remain in a compound, you remain in a compound, and then you meet Sanan, and then later on talk to Heisuke in the bunker area. So I'm gonna look for her father. はしゃぎすぎ。巡察に同行してるんだってこと忘れないでね。